はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。 VVVF です。本日はですね、タイトル通り、ラブライブのウエハースを買ってきたということでね、そちらの方を紹介していきたいと思います。それではメインの商品いってみましょう。せーの、はい、こちらに3つ出てきました。こちらのね、3つを買ってきました。でですね、まずどう見せようかな。まあこれが1種類目、2年生かな、2年生が写ったパッケージと、こちら、3年生が写ったパッケージと、こちらですね、1年生が写った、パッケージのこの3種類があるんですけども、それを1種類ずつ買ってきました。あ、一つ言うの忘れてました。今回の動画はですね、ちょっとまったりいこうかなと思っているので、ちょっと話し方もいつもよりかはゆっくりめにしております。でですね、実はですね、この収録外で1個試しに買ったんですよ。こっちのね、1年生のパッケージの方を買って、まあその結果なんですけど、こちらです。ワンダフルラッシュの、俗に言うミュージックカードというものですね。そちらの方が当たりました。ちなみにこれはバージョン1です。で、裏面はこんな感じになっています。はい。でですね、このパッケージなんですけども、できるかな？よいしょ。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、こういう風にね、もともとはつながっていまして、はい、こういう風になっています。グダグダだな。はい、まあこんな感じですね。それでは、まあね、もう知っている方も多いかと思いますが、一応、ラインナップの方を見ていきましょう。はい、ラインナップはこんな感じですね。見えるかな？ブロマイドカードが18種類。で、ミュージックカードが4種類。スペシャルカードが、3種類。で、そのうちの、スペシャルカードの白押しですね。まあ、定番のですね、金箔か。の白押しのやつが、3種類。計、28種類、ラインナップに入っております。でですね、まあ、スペシャルカードっていうのは、まあ、もう本当にご存知の方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとできないので、どうしようかな。まあ、このパッケージですね。パッケージが一応スペシャルカードの内容になっているそうです。まあ、狙うはスペシャルカードの白押し。まあね、まあちょっと前置きが長くなりましたが、早速開封していきましょうか。ハサミ忘れた。はい、お待たせしました。最初から準備しとけよって話でしたね。はい、すいません。さあ、それではですね、開けていきましょうか。どうしようかな。まあ、こっちからいきましょうか。特にね、何かがあるってわけじゃないんですけども。まあ、狙うは、スペシャルカード。当てますよ。ちなみに、今回は、そのスペシャルカードの他にはですね、ブロマイドは、ワンダフルラッシュと、モギットラブで接近中の衣装のこの2種類がラインナップに入っております。こんな感じですね。ここに、ほのかちゃんの、ブロマイドと、ピントが合ってる？いっか。と、モギットラブで接近中の歌詞カード。それでは、運命の一袋目、開けていきます。ちなみに今回も、ウエハースのね、味は、バニラクリーム味ということで。さあ、一つ目、開きました。それでは、いきます。ですね、僕はですね、いつも裏向きでやっているので。いきます。これ、裏で分かっちゃうからな。いきます。せーの。こうしようか。ほい。何ですかこれは。見てないですよ。
いきます、見ます、せーの、はい、これはブロマイドですね。はい、モギュットラブで接近中の小鳥ちゃんが当たりました。なるほど、こんな感じか。裏はこんな感じです。まあさっき見せたと思いますが、はい、こんな感じです。1枚目は小鳥ちゃんが当たりました。さあ2つ目いきましょう。当てるぞスペシャルカード、ほんまに。よいしょ。さあ2つ目が開いた。さあ何でしょうかね。やっぱ視聴者さんには、見せます。私は見ないです。いきますよ、せーの、ほい。これ何ですか、何でしょうか。いきます、せーの、ミュージックカード。裏で分かります、ミュージックカードですね。お、ワンダフルラッシュじゃん。バース2、ワンダフルラッシュバース2です。まあ先ほど見せましたが、ワンダフルラッシュ揃ったんじゃないですか。ワンダフルラッシュ揃いました、多分。やった、よし、いいぞ、いい感じ。さあ最後一バック上げていきます。怖いな、話する音うるさくてごめんなさいね、花粉症なので。まあでもちょっとね、今年はだいぶマシになりました。何の話してんだ。さあ運命の3拍目いきます。これなんだ、なんだろうね。スペシャルカードいきます、せーの。外れた。でも、こちらはニコちゃんですね、ワンダフルラッシュのニコちゃんです。こんな感じになっております。ん、あ、ですね、こっちが、モギュットラブで接近中で、こっちがワンダフルラッシュなんですけども、ちょっと待ってよ、裏もそれぞれ違ってました。こっちがワンダフルラッシュ、こっちがモギュットラブで接近中でした。はい、まあですね、まあちょっとフラグをしっかり回収したっていうんですか。フラグ立ててしっかり回収しました。まあね、まだ発売したばっかりなのでね、まだお店には たくさん売ってると思います。これからね、ちょくちょく買っていこうかなと思っておりますので、また買ったら動画出すかな、わかんないですが、まあ時間があれば出したいと思っております、極力ね。ということで、あ、鼻が、今回あれだな、あ、ちなみにね、ミュージックカード当たる確率何分の何、7分の1、な、かなり低い。これはいいよ、案外当たりかも。ということで、ですね、動画はこの辺で終了したいかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとですね、私、ツイッターもやっております。多分ね、ここら辺にツイッターのアカウントとね、ま、名前とアカウント、ん？アカウント名と、アットマークなんたらかんたらのあれが、多分、ここに、ん？どうなってる？ここら辺に出ると思うので、そちらも、よかったら、フォローしていただければ嬉しいです。もし、ですね、フォローされる方は、まあ、される方いるかわからないですが、まあ、シャープで、まあ、その、アカウント名を書いてもらったら、私も、あ、動画見てくれてる人が、だ、な、な、すいません、神々で。まあ、動画見てくださってる方なんだなって思って、まあ、思いますので、まあ、フォロー、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。それでは、また会いましょう。